はい、安郎です。こんばんは。安弘、それなり。フラメントテープ、要はあのグラステープっていうものなんですけど、それって何って、ちょっと上げてみたいと思います。と12分の1を、普段からしている人には、グラステープというと、ピンとくるかもしれませんが、私はあの12分の1をするのが初めてなんですね。でこれ何に使うかというと、これは実はバッテリーの固定に使うんです。へえ、そうなんだって。そうなんですよね。あの今まではバーではこういったあの強小のね、もので、こうやって、つけてあのやってたんですけども、こっちか、逆だな、こうして、やっていたんですけども、なんか知らんけど12分の1というと、このグラステープというもので、バッテリーを固定するということなんです。で、グラステープじゃなくてもこういったものでもいいんじゃないっていう、マスキングテープでもって思うかもしれない。マスキングテープだとね、簡単に切れちゃうんです。で、そういったのがあって、このグラステープっていうのはね、この中に、グラスファイバーっていうかね、ガラス繊維が入っていて、簡単には切れない、構造になっています。それを、バッテリーに巻きつけて固定しようとするのはグラステープ、ファントムのキットの中にはグラステープが入ってるんですけど、まあ、1回分しか入ってないんだよね。つけたり外したり頻繁にするものだから、やっぱりこういった、テープが必要になってくるんですけど、いやー買ったはいいんだけどもね、こんな大きいの 50m あるっつうんだよね。これがかなり、お得っていうかね、これ使い切るの大丈夫かなって感じはするんですけど、それと、バッテリーを固定するのに、あの防水テープを貼ってくださいっていうんですけど、まあ現在のバッテリーはもう最初から防水仕様になってるから貼る必要はないんですけど、まあ例えばこういった、バッテリーの場合、プラスチックじゃないですか。でこういうものには、防水テープをね、貼ってお使いくださいと、その方が安心ですよというふうに説明書には書いてあります。から、これの場合はまあこういうふうに貼り付けて、こういうふうに貼り付けて、これ一回外したもんだからね、外れやすいんだけど、まあこういった感じにしといて、先ほどのこのグラステープで、バッテリーを固定してくださいっていうのがね、12分の1の世界みたいです。そんなところですね。というとあのバッテリーがね、非常に地上高が低いところにありますんでね、何かの拍子にこう、アスファルトに当たったりすると発火する危険性があるっていうので、まあこういったものを、巻きつけて、置いた方が、安心ですよというのもあるんですね。ただまあゲンズの場合はもう最初から、こういう風になってますんで、まあここに新たに、防水テープを貼る必要はないと思うんですよね。まあそういうところですかね。